こんにちは。2月5日火曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今日はですね、3日前お約束しました、行徳は野鳥公園の河津桜の森からお伝えいたします。河津桜の森ですね。この先にですね、だいたい50メーターずーっとですね、この河津桜があるんですよね。その入り口から発信いたします。毎回ですね、コミュニケーションに特化してですね、一つワンポイントをお届けしますが、今日はですね、弁護士のですね、プレゼン力ということについてお話したいと思います。最近ですね、有楽町の日本特派員協会のでですね、カルロス・ゴンさんの弁護士、3名のうちの1名トップがですね、弘中純一郎弁護士ですが、素晴らしい答弁ですね、記者会見でプレゼンしてますので、私はそれには痛く感激しましたね。感激しました。こう言いましたね、弘中純一郎弁護士は、私は73歳で老人ですが、この年になっても弁護士としてのカミソリの切れ味を試してみたい、カルロスを無実にしてみせると、こう言ったんですね。素晴らしいですね。このカルロスさん事件はですね、これは私の、 読みですが、日本とフランスの国対決の代理戦争、アメリカと中国の貿易戦争といいますかね、国同士のですね、戦争、日本、フランス、アメリカ、中国のですね、国同士のですね、これは経済戦争ですね、その代理戦争に巻き込まれているわけですが、弘中純一郎弁護士はですね、自分の職務としてカルロスを弁護士として守るんだと、無罪にしてみせると言い切ってるんですね。このですね、弁護士として、あるいは男としての意地ですね、素晴らしいものがあります。これはですね、間違いなく政府絡みの経済戦争だと思いますが、弁護士は弁護士としての職務があります。国内でも国際的にもですね、法の独立というですね、意地があるわけですよね。その答弁の中で、いやー、これは見応えがあるなと思ったのはですね、私はまあプレゼンテーションの先生としてですね、お話ししてますが、弁護士もですね、まさにプレゼンターでありディベーターなんですね。ロジカルに、まあ、時にはパッショナブルに、自分の論を通してですね、最終的には無罪を勝ち取るという、それをですね、プレゼンテーションの最たるものでありますね。私はその姿を弘中純一郎弁護士に見ましたね。かっこいいと思いました。私はですね、長年武道をやって、武士道、まあ、自称武士道を標榜するものですけれども、弘中純一郎弁護士に、私は今でも面々と生きている日本武士道の生き様を感じました。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。